俺の名前はトガリゲンや。兄貴、もう家燃えたんで電気代払い忘れる心配ありませんね。電気なくても明るいもんな。燃える我が家を呆然と見る武闘派の国道や。今日はお日さんが照りつける中、島の見回り。暑すぎる。直射日光浴びたらドラキュラちおても死ぬで。うちの犬も日陰から出ません。こいつは椎名和美、天王寺組では賢い方や。ちなみに今は選挙期間中。前回は右上の人に投票した。今回は左上にしよう。そのやり方同意できません。冗談やがな。その時、俺の目はあるポスターに釘付けになった。こりゃインパクトある候補やな。しかし天下の往来でこんなんありなんけ。って山田隆夫、トガリの兄貴、この女の子見覚えありますわ。あ、この人、あのセクシー女優さんちゃうか。はい、木南沙羅、去年結構報道してました。おお、眼頭病の末死にはった人や。なんやこれ、こんなん遺族が許可出すんかいな。さらに歩くと、今まさにポスターを貼る奴らがおった。大阪の街をピンクにしまひょ。ん？セクシーなポスターはみんな嬉しい。私山田に清き一票。これは目立つしバズるで。なんやこいつらやったんかい。兄ちゃん、それのどこが選挙ポスターな。うっ、これ亡くなりはったセクシー女優さんや。許可取ってやってんの。なんじゃおっさん、関係ないやろが。俺らはこのセクシー女優が好きなんじゃ。見たらわかった、許可なんか取ってへん。許可もなく他人の写真、しかも個人のあでやかな写真を貼ってええわけないやろ。選挙ポスターには表現の自由があるんじゃ。おっさん、そんなんも知らんのか。腹立つなら剥がしてみ、犯罪やだ。小賢しいガキどもや。実際剥がすんは選挙委員会や警察の判断がいる。まあトガリの兄貴には通じひんけど。そんなん知るかボケ。こんなもん剥がす。うわっ、なんしとんじゃ。法律なんか関係あらへん。死んだ人の写真を使うようなけったくそ悪いことすな。貼ったやつ今から全部剥がしてこい。すると奴らが警棒を出しよった。おっさん、お前は殺す。もう怒ったわ。俺ら喧嘩負けなしやで。こんなもんが知事候補で終わっとんな。俺は地べたにあったポスターを強引に丸める。女優さんには悪いけど、これ廃棄するしかないもんな。何勝手に丸めとんじゃ。勝手にポスターにしといて何言うとんねん。ほな、そのポスター棒でフルスイングや。女優さんごめんな。せめて有効利用しとくわ。カモン。神でも俺がどついたらもはや兵器なんじゃ。カモン。フライング府知事候補やな。シーナーもう一人をどつき回してた。棒持ってボーっとすなよ。遅すぎるで君。むっちゃ泣くや。記憶喪失なるで。兄ちゃん、今すぐ立候補やめて船で大阪から出ていけ。この足で南港に向かいましょ。なんで船。しかしこれはあのアホだけが悪いわけやない。選挙やりたい放題やな。はい、法律があまりにも時代に追いついてません。 iPhone かて、ほっといたら勝手にアップデートすんのに。国の法律もええ感じにアップデートしたらええのにな。その頃、うちを敵視してる五条組に動きがあった。ニトロ、トガリを派手に襲ったらしいね。噂になってるで。そう話すのは若頭の佐久間義景や。電話の相手はニトロと呼ばれる殺し屋。ええ、挨拶代わりにコンビニで撃ちました。次は逃がしません。俺はこの男にこないだ襲われた。おとなしく死んでください。コンビニ店員に変装しとったんや。ついにコンビニは殺しまでやるんか。便利やの。まあ死なんで済んだけども。逃がしたんやろ。やっぱりトガリって強いん。優秀です。でも奴はもう逃げられません。そう話すニトロの手には一枚の写真。生活圏を狙う。私はそれが大好きなんです。そこに写っているのはなんと俺の家やった。
奴はうちの関連の闇金社長を襲った。また家族に会いたいでしょう。そろそろ行ってよ。蓬莱町の南の方、それしか分からへん。それで十分。では証拠隠滅。拷問で吐かしたら殺す外道の手法や。そんなことはつゆ知らず。お待ちしていました。今お忙しいでしょうに。俺と陣内の兄貴は客人を迎え入れとった。事務所に来たんは若尾さん。二期目を目指しとるんですが、ニッチもサッチもいかへんで。大阪の府知事さん、現職や。この人に府知事が変わってから大阪はようなった。若尾先生、どないしたんです？だから天王寺組は陰ながら応援しとる。今大阪の町は府知事選で盛り上がっとる。この若尾拓三、府民全員を幸せにします。俺も先生を幸せにする。若尾府知事はほぼ当選確実や。だがある日事件が起きた。待機児童問題を。耳障りのええことばっか言うな。財源がないやろが。歳児が。府知事は金目当てか。ゲス野郎。二人の男が拡声器で妨害しよったんや。そのまま奴は至近距離まで来よった。酸素の無駄遣いや。もう喋んな。その音量は耳が潰れるほどや。その時府知事は気づく。お、あんたら立候補してる大森と川崎やないか。そうじゃボケ。踊れみたいなもんに大阪任すか。なんと奴らは同じ選挙の立候補者やったんや。せやけどこれは明らかな選挙妨害。今ここでは私が演説しとる。よそ言ってえな。どこにおってもええやろが。表現の自由、選挙の自由やろが。そこに選挙ボランティアが警察を呼んだ。おまわりさん、こっちです。せやけど信じられんことが起きる。候補者同士なんでっか。ほな正々堂々頑張ってください。はあ、こいつら排除してえな。警官は柔らかく注意しかせえへんかった。このおっさんは売国奴やで。ああ、そんなことあらへん。もう演説なんかできるはずもない。しかもや、撮影して YouTube にアップ。ペテンシー若尾に天罰を与えてます。広告収入を稼いどる。困った府知事は天王寺組を訪れた。立候補者を逮捕したら政治介入。せやから警察は動かんのです。なるほど、確信犯ちゅうわけですか。また法律が追いついてへんパターンか。自由を振りかざして他者を貶める。しかもネットで私はペテン師扱いです。大阪を用してくれた先生がなんちゅうこっちゃ。任せてください。おかしい思ったら暴力で足らず。それが俺らの仕事ですから。若尾府知事の頼みや。今回は陣内の兄貴も動く。うお、背中がいかついな。高月、おったど。あいつが川崎やな。今日は妨害議員の片割れ川崎がおった。この人は詐欺師です。警察呼んで。また若尾さんを邪魔しとる。川崎先生、選挙活動お疲れ様です。え？陣内の兄貴は握力もとんでもない。今日は暑いんで無理せんと。日陰で休んでください。おい、これ優しい見えて首ががっちり締まっとる。このカメラ20年ほど貸してくれへん？はい。目が怖。そころたら死ぬ。カメラは高槻にレンタルしてもろた。そのまま陣内の兄貴は裏路地へ入った。お前なんで人の演説邪魔しとんねん。考えられん。おお。だが川崎は言い返す。これは表現の自由や。選挙の自由で認められて。まだ喋ってる途中やった。大阪名物バチバチにパンチ。うげえ。陣内の兄貴は急に奴をタコ殴りにした。まあまともやないことは分かってやろう。何が目的や。言わんとフォルム変えるぞ。もう変わってます。プレッシャーがヤバすぎて奴は全部吐いた。なんともう一人の大森は半グレ、イカ焼きのトップやった。金のためやったら何でもやります。こいつらは仁義知らずの外道や。
ある日大森は岩本っちゅう男から依頼を受けた。次の府知事選、若尾を引きずるよろしたいね。さすが羽振りよろしいな。この岩本は帰り咲きを考えとる以前の府知事や。で、君らには選挙に出て暴れてほしいんや。供託金さえあれば誰でも出れる。え、出馬して勝てってことでっか。ちゃう、演説を邪魔しまくって若尾ノイローゼなるまで追い込んでほしいんや。政治介入で警察は手出されへん。これは岩本の入れ知恵やった。で、お前らの奴はどこや。北地区のハイビルです。あとお前は今すぐ船で国外逃亡するか、府民の数だけ殴られるの、どっちがええ。この足で南港行きます。なんで船なんや。その情報をもとに野菜勝ち込みや。えらいもんで教祖の悪徳政治家もおるらしいで。仕事効率が上がって嬉しさが込み上げます。指示を受けたんは俺と椎名や。俺はそのハイビルの扉を開ける。ごめんくだ、サイバーテロ。移れてろやろ。私たちは天王寺組ですか。え、天王寺組なん。天王寺組、ええやん、吐くつくで。候補者でありトップの大森が出てきよった。すると椎名が前に出る。尖の兄貴、お任せいただきたく。まあええで。直後、大森がナイフを振る。今日から俺が大阪最強じゃ。そうなんですね。君はなんで選挙妨害するんです。なあ、なんで外れたんや。このアホ、避けた椎名を見失っとる。金が欲しいからに決まっとるやろ。なんで金欲しいんです。戦闘中に謎の Q&A が行われとる。女を金でヒーヒー言わしたいからじゃ。なんでヒーヒー言わすんです。根本的なスピードが違いすぎる。なんでヒーヒー言わすんです。テンション上がるからじゃ。椎名ってのはなんでか相手を理解しようとする。いろいろ聞いたけど全部同意できませんでした。せやけど全く理解できんとき、殺意を爆発させよるんや。お前みたいなゲスがなんで生きてるんです。次の瞬間、椎名は爆発的なスピードを見せよった。全くもって生きる必要はありません。くわー、椎名和美、こいつは怒ったらめっちゃ早なるね。それを見て雑魚はおとなしなった。俺も聞いてみよう。岩本、お前なんで知事になりたいん。なんやお前は。そこに岩本の選挙ポスターがあった。あ、ええやん、一旦丸めとこ。不知事なったら地位と名誉が手に入る。何でもやりたい放題やないか。全然思んないけど、多分ボケやろ。なんでやね、そんなやつおるかい。ほな突っ込んだらんとな。頭が U 字の磁石みたいになったで。同意します。砂鉄がつきそうです。岩本は頭がおもろい形になって死によった。こうして無事に仕事は終わった。これで若尾さんは当選やな。てか事務所のエアコン切ったっけ。俺は発泡酒買うて家に帰っとった。まあええか、つけっぱなしの方が電気代安なる説もある。ほんで家の扉を開けようとしたその時、なんや、いつもとちゃう。俺はえも言えぬ違和感を覚えた。ドアノブを持った時にわずかに張りがあったんや。ちーなんかやばい。俺はとっさに扉を閉める。せやけど俺は見られてた。やっぱり勘がいい。でも目視で爆破もできます。その穴は二段構えやったんや。次の瞬間、辺りは爆炎に包まれる。うわ、爆発の寸前、後ろに飛ぶも激しく吹っ飛んだ。うわ、俺は2階から落ちて地面に叩きつけられる。その時、煙が巻き起こった闇の中に、お久しぶりです、トガリさん。男の影が浮かび上がる。次の瞬間、ナイフが振る。俺は転がってギリギリ避けた。さすが、2階から落ちても動けるんですね。あの時の偽コンビニ店員やな。愉快な仕掛けしてくれるやん。
どうも、あなたを処刑させてもらいます。ニトロと言います。誰の差し金か知らんけどな。俺の発泡酒タイムを邪魔したお前は許さん。では発泡タイムはいかがでしょう。うまいこと言うてんちゃうぞ。チャカがさっきの爆発でどっか行った。でもええもんあるやないか。俺が手にしたのは爆風で飛んだ家の扉。俺はそのままドアを抱えて突っ込む。さあ男なら真正面からやり合おうや。素晴らしい怪力だ。ですが足が出てますよ。奴は隠せてない足を狙いよった。せやけどそうは問屋がおろさん。呼んどるんじゃ。うん、ドアを持ったまま飛ぶとは。どりゃ、これは予想できんやろ。この尖玄弥のポテンシャルをなめんなよ。全筋力を動員したドアのフルスイング。損害賠償払え、このボケ。手応えありや。ニトロの頭からシトドに血が流れる。せやけどこいつも一流や。つまらないものですがどうぞ。またさらりと手榴弾を投げよった。だがこのやり口は初めてやない。こんなもん通じるか。俺は手榴弾をドアで弾き飛ばす。せやけどこの男はイカれてた。ああ、君はもっといっぱい手榴弾が欲しいのか。さらに3つを投げよったんや。ボケが、こんなもん2人とも吹き飛ぶやるが。その時見えたのは逃走用のバイク。それでいい、私は何度でも現れますから。吹き飛んだ後に逃げる気か。次の瞬間、全部の手榴弾が同時に起爆しよった。俺らは二人とも激しく吹き飛ぶ。弾け飛んだニトロが地面を激しく転がる。奴の計算通りなんやろ。そこはバイクの近くやった。トガリ、ただでは済むまい。一旦立て直す。奴は血を吐きながらバイクへ這う。まあせやけど計算が甘かったな。弁償もせんとどこ行くんや。ニトロ、普通やったら逃げられるんやろうけどな。相手が悪かったな。お前が入るくらいの衝撃でこの尖が潰れるか。一応鋼鉄の男っちゅうことでやらせてもうてんねん。ニトロかニトリか知らんけど、誰を狙っとると思っとるんじゃ。甘く見た。あの爆発をもろに食らって動くとは。奴は諦めたかのような笑みを浮かべる。誰の差し金か言え。そしたら生かすかもしれへんで。クライアントの名前を言うわけないやろ。トガリ、一緒に死のうか。そう言うて奴はまた手榴弾を出しよった。せやけどそら無謀やわ。これ死ねるで。さいなら。俺は奴の延髄を重っくそ踏み抜いた。足裏に伝わんのは骨が砕ける確かな感触。トガリ玄弥、乾杯だ。死ぬにはいい相手だった。ニトロ、最後まで口を割らんとはプロやないけ。その後連絡した渋谷が駆けつけてくれた。トガリの兄貴、大丈夫ですか。おう、今日泊めてくれへん。このアパート人気のうて俺だけでよかったわ。しかしガス代払ってへんのに家って爆発するんですね。ほんま不思議やな。せやけどどこの組織が送り込んできたんやろ。まさか京都の人ちゃうよな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。